始めてまいります。離散最適化基礎論の2回目の授業になります。ですね、この授業は整数計画法を、まあ、半年間やるんですけども、その中で線形計画法を使っていくんだという話を前回しました。で、線形計画法の復習を、まあ、2回ぐらいやろうかなと思ってるんですけども、ちょっと準備をしていて分量調整がよくわからなくなってですね、まあ2回で終わらないかもしれないですし、まあまあ2回半ぐらいの内容になるかもしれませんけども、一応まあスライドとしては2回分のつもりで作っております。で、今日はですね、その線形不等式程度とスタメン体、あとスタメン集合って話をしていきます。で、皆さんも最適化理論とかですね、数理計画法とかっていうような感じの授業を受けて線形計画法を勉強したことあるかもしれませんけども、そことの取り扱いがちょっと違うかもしれません。割と私はその幾何学的にというか、目で見える形でお話をしていきたいと思うので、まあ、そういう側面を強めに、話をしていきたいと思います。でですね、よろしいですか？それでですね、スケジュールは来週体育祭で休みですので、それは気をつけてください。なので、授業はありませんので、よろしくお願いします。はい。で、今日はこの線形計画法の復習というところをやるということになります。はい。で、今日の内容ですけども、一応まあ、3つの、トピックがあって、まあ、これやっていこうと思うんですけれども、まあ、順番にやっていきますので、下に書いてあるのは、前回言っていたその線形計画問題の話で、まあ、片方は等式標準形、もう片方は不等式標準形という形で書いてあるものです。で、この、なんか AX イコール B だとこう書いたときには、この X がこの変数であると、N 個変数がある、N 次元ベクトルになっていると思ってください。だから C 点値 X って書いてるときには、この C の長さも N。N 次元ベクトルだと。ですね。で、AX って言って、この A はこれ行列で、行列は M×N 行列。すいません。これは。M×N 行列。だから、この、AX イコール B っていうときには、なんか M 個なんか等式があって、それが並べられてると思ってください。ということです。だから B の大きさは M 次元になっているということですね。はい。で、この X が0以上って、これは不等式なんだけども、これは、各成分 i について xi が0以上という意味だったということを、不等式、そのベクトルの間の不等式は、その成分ごとの不等式だったっていうことを、まあ、思い出してください。はい。で、そうだと思うと、この ax 大なりイコール b っていうのもそういうふうに、見なすんだということになります。はい。で、これは、まあ、復習ですね。はい。で、今日まずはじめに、この線形不等式系と、スタメン集合っていう話をしていきます。はい。で、線形不等式系図何なのかというと、こんな感じですね。一応まあ定義しています。線形不等式系というのは次のように書ける不等式です。これ AX 大なりイコール B ですね。で、A が、行列、M×N 行列で、B は、M 次元ベクトル。で、X は N 次元ベクトルですけども、この X が変数になっているというふうに思ってください。で、M と N はまあ1以上の自然数、整数だと思ってください。ということになります。で、まあ、このように書ければ、まあ、断然もこれ線形不等式形です。で、まあ、場合によってはというか、まあ、人によっては、あるいはその本によっては、まあ、これ、連立不等式とか、連立線形不等式というふうに言うかもしれません。連立線形不等式。まあ、皆さん、まあ、連立方程式っていう言い方はよくすると思うんですけども、まあ、それと同じように連立線形不等式ということはあるかもしれません。ただですね、英語で言うときには大体このなんかシステムオブリニア、インイコリティーズとか、リニアイコリティーズとか、リニアイクエイジョンズとかっていうふうに言う、なんかそのシステムっていうふうに、この連立されているものを言うので、まあ、なんだろう、自然に訳すなら、なんか不等式系とか、等式系とか、方程式系とかっていうふうに、まあ、言うことになると思います。はい。まあ、それ置いといて、例がしてまいりますね。まあ、こういうやつ、まあ、こういうやつ、こういうものが、線形不等式系の例です。で、ここは、では、その、ま、三つ不等式があるわけですけども、まあ、これ、その、上に書いてあるように、このなんか行列で書かれてるわけではないとは思うんですよね。だけども、まあ、これは別に行列を使って書くこともできて、まあ、こんな感じになると。ね。A として、これは 3×2 ですね。3×2 の行列があって、X は2次元ベクトル。で、B は3次元ベクトル。こんな感じになってる。一応ですね、この授業では、ベクトルといったら、大体その縦ベクトル、列ベクトルを指すことが多いというか、大体そうです。なんか、行列の行ベクトルとかってことをなんか明示する場合には、それが行ベクトル、横ベクトルになりますけども、まあそうじゃない、普通の場合、何も書いてないとき、断りがない場合は、この縦ベクトル、列ベクトルであるというふうに思ってください。
ということになります。で、そうすると、まあ、下に書いてあるような、この3つの不等式を並べたものというのは、この右のような形、その行列とベクトルを使って書けるということになります。これはよろしいですか？まあ、こういうふうになんか、行列とか、ベクトル使うんだったってことを、まあ、まず思い出してほしいということになります。はい。で、これは、線形不等式形の例です。これ定義ですね。はい。で、それで、これ重要なのは、この M というのが不等式の総数を表して、ただ、この場合は M は3になっていると。で、変数の数が、N です。だから、この場合は2になっていると。まあ、こういうふうに、なっていて、まあ、その、この M と N っていうのが、まあ、今後重要な、働きをしていくということになります。はい。で、それで、次ですね。この線形不等式形がなんかあったときに、その解といったら何なのかと。例えばこの AX 大なりイコール B っていう、あ、書いちゃった。これ。ですね。この AX 大なりイコール B っていう線形不等式形があったときに、この Z というそのベクトルというか、この M 次元ベクトルですね。が、それの解であるとは何かっていうと、この X の部分を Z にしたもの、この AZ 大なりイコール B っていうものが満たされることです。だから、この、まあ、なんだろう、この変数の部分を Z にして、この式が満たされるんだったら、その Z というのは、この線形不等式形の解であるということです。これはその方程式の解とかという、ね、場合と同じ、ですね、そのなんか方程式があって、その方程式の変数のところになんか代入して成り立つんだったら、それは解であるというふうに言うということです。前回ですね、線形計画問題とか、整数計画問題に対して、解という言葉に対して2種類のものがありました。で、それは許容解。前回ですね、その最適化問題に対しては、なんか解といったときに、なんか許容解っていう言葉の使い方と最適解っていう言葉の使い方があって、で、まあ、この2つは違う意味、定義が違うものなんだってことは、まあ、前回紹介したんですけども、これはその最適化問題に対する話であって、ここは、線形不等式形の話をしているので、その場合には、このただ単に解っていうふうに言ったりします。ただですね、そうですね、解と言ったりします。ちょっと、ですね、オンラインの方にちょっとお聞きしたいんですけども、今ですね、教室の周りで工事されてまして、工事の音は割と教室ではうるさいんですけども、オンライン上はどう聞こえてますか？なんかすごくうるさかったりしますか？どうですか？大丈夫ですか？どういうふうに反応すればいいんだろうな。じゃあ、全然うるさくないっていうんだったら、なんか、なんだろうな、いいねというか、サムアップちょっとしてもらったりして、ありがとうございます。じゃあ、全然、大丈夫ですね。じゃあ、すいません、ありがとうございます。じゃあ、オンラインの方全然、ノイズ気にならないっていうのだったら、ちょっと、このままにしてみます。すいません。教室はですね、ちょっとうるさいんですけど、ちょっと窓を開けないとですね、やっていけないっていう、ちょっと、別の、事情がありまして、ちょっと開けてますので、すいませんが、よろしくお願いします。はい。で、それは、ちょっと、今余談というか、事業の本質離れた話だったんですけども、で、この解、例えば例ですね。先ほどの、ここに書いてあるものは、先ほどの線形不等式形です。で、それに対して、ここに書いてある Z ですね。この01っていうベクトルは、この線形不等式形の解です。で、なんでかというと、この01っていうのを、ここに、だから、X1 に0。X2 に1を入れると、この3つの式が全部満たされるからです。はい。なので、まあ、これ解であるということになります。で、まあ、こういうのは、まあ、定義としてはわかるんだけども、まあ、今後ですね、こういうものは、図で表していきたいと思います。で、どんな感じかっていうと、こんな感じですね。今ですね、この上に書いてあるもの、まあ、これは、この線形不等式形を図示しているというふうに思ってほしいわけです。で、どういうふうに図示しているのかっていうと、まずですね、この3つの、それぞれの不等式が表す、この X1、X2 平面上の点の集合、領域というのがあります。で、それはどこなのかってことをまず考えましょう。で、例えば、この2番目のですね、X2 が0以上っていうこの不等式があるんですけども、これはこの平面上でどこの領域に対応しているのかというと、この X2 が0であるというこの、直線があります。今、青で書きました。で、これの、上側、この直線を含む上側っていうのが、この X2 が0以上であるという不等式が表す、この平面上の領域になるわけです。で、そのように、他の不等式も、この平面上のある領域を表すことになります。で、例えばですね、この一番上の、マイナス 2X1 マイナス 3X2、大なりイコールマイナス6。で、これがどれかというと、間違えそうなんですけども、多分、ここの斜めの直線ですね。斜めの直線の下側。っていうのを表す領域になっています。はい。で、最後のですね、最後というか3番目の、これ書けるかな。ちょっと不安ですけども。これですね、マイナス X1 プラス X2 が大なりイコールマイナス2。というのは、この下から上に行っているこの直線ですね。で、これの上側、こんな感じになっています。
こういうふうに、まあ、一つ一つの、不等式がですね、この、平面上の領域を表していることになります。で、その平面上の領域の共通部分というか、まあ、つまりその、この三つの不等式すべてに満たされている領域が今このピンクで塗られている部分になっているわけです。ここら辺ですね。なっているという形で、この、図は書かれています。つまり、このピンク色の部分というのは、この線形不等式系の解全体からなる集合です。いいですか？あ、そう、あ、そう、解をすべて集めてきた集合っていう言い方を、短く言うために、解全体とかっていうふうな言い方をしますけども、その解全体の集合になります。はい。で、じゃあ、この 0、1っていうこのベクトルが、この線形不等式系の解であるっていうのは、この図で、どのように表されているのかというと、ちょっと次のページ行くと、こんな感じになっていると。この01という点がこうあるわけですけども、それがこのちょうどこのピンク色の領域の中に入っているということに今対応するわけです。でそういうような形で、この線形不等式系の解というのが、まあ、図で表されるという形になります。よろしいでしょうか。はい。それでですね、まあ、これ使っていくんですけども、これはですね、まずその線形計画問題とどう関係あるのか。の前に、すいません。このような、まあ、今、図示をしたんですけども、このように表される、線形不等式系の解全体からなる集合のことを、専門的にはですね、この閉じた面集合っていうふうに呼んだりします。英語ではコンベックスポリヒドロンですね。というふうに呼んだりします。まあ、一応定義をすると、この R の N 上で空間の部分集合である集合 P ですね。だから、その空間上の中の領域があります。ラージ P という。で、それが凸多面集合であるとは何かというと、ある線形不等式系の解全体の集合として書けるということです。それがここの表現ですね。こう書けるということになります。で、このような、集合の書き方を忘れている人はですね、もう一度思い出してほしいんですけども、この集合はですね、この波括弧で表すということになっていて、この縦棒があったら、僕はその縦棒の前のものを集めてきますよという、そういう記号でした。だからこの Z っていう、その R の N 乗、N 次元ベクトルを Z を集めるんだけども、そのどういう Z を集めるのかというその条件を後ろ側に書いているということになります。で、ここでは条件は AZ が B 以上であるという条件です。で、それを満たすような Z を全部集めてきて集合を作ったのが P ですよということをここでは表しているということになります。で、この定義によると先ほどのこの線形不等式系の解、全体の集合として表されていたその領域というのは、凸多面集合であるというふうには言えるわけです。だから今後はですね、その、線形不等式系があったら、その解全体の集合というふうな言い方を、まあ、しないで、凸多面集合というふうに、まあ、言ってしまうということになります。はい。で、まあ、この凸多面集合っていうのが、まあ、今日の、その、主役になっていきます。はい。でですね、これが、どういうふうに、その、考えるべきなのかというと、まず、先ほど言った通り、この凸多面集合っていうのは、この、ここの場合は二次元平面なので、まあ、その R2 乗ですね。っていう、空間の、まあ、部分集合として与えられているというか、考えられているわけです。でですね、先ほど言った通り、その、こういうと、なんか、凸多面集合があったら、それに対応するような、この線形不等式っていうのはあるということになります。別に言い方すると、まあ、その線形不等式があれば、そこから、こう、凸多面集合っていうのはできます。で、その凸多面集合っていうのは、ただ一つに決まります。ですかね。線形不等式があったら、先ほど言ったような作り方をすると、凸多面集合が一つ定まるということがわかるわけです。しかしですね、この凸多面集合の方ですね、この中、部分集合として、このなんか平面の中の、空間の中の、なんか領域が与えられて、これをその、まあ、凸多面集合でしようっていうための、ということを、いうために用意する線形不等式系っていうのは、これは一つに定まるとは限りません。例えばですね、今ここではその3つの不等式を使って、この領域ですね、凸多面集合を記述しているんですけども、そうじゃなくて、例えばですね、こういうふうに書いてみる。今これ4つ不等式を使って、これますけども、これはですね、実はその同じ凸多面集合を表しています。それはこれどういうふうに今やってるかというと、今この4つ不等式があるんですけども、その中の上3つというのは、この上に書いてあるものと全く同じです。この3つ全く同じです。で、それに対して、ここにマイナス 2x1 ダイナリーイコールマイナス7という不等式を付け加えています。はい。で、これによって、できると下面集合、これ変わらないんですね。で、なぜかというと、このマイナス 2x1 ダイナリーイコールマイナス7という不等式が表す領域を考えてみます。で、そうすると、これはですね、ここに赤い線が書いてあるんですけども、この赤い線っていうのがちょうどですね、これがマイナス 2x1 イコールマイナス7。
という、等式で表される直線になっています。で、それが、マイナス 2x1 大なりイコールマイナス7になると、この直線の、右側、じゃなくて左側っていう領域を表すことになります。いいですか？そうすると、この4つのですね、不等式によって表される領域というのは、このピンクの部分と、このマイナス 2x1 大なりイコールマイナス7ってこの部分の共通部分ですから、その共通部分は、この赤いものが、赤いものですね、赤い不等式があろうがなかろうがこれ変わらないわけです。いいですか？そういう形で、ポツダム集合が1つあったら、それに対して、それを表すような線形不等式形というのは1に定まらない、ただ1つではないってことは十分注意をしてください。いいですか？で、この例はなんか、まあ、バカらしいなというか、まあ、そりゃそうだろうというふうに思うかもしれないわけですね。なんかこんな、このマイナス 2x1 大なりイコールマイナス7っていうのは、まあ、この図で言うと、この元々あったこのピンクの領域からすごくこれ離れてるから、まあ、そういう不等式があっても集合が変わらないのは、それはそうだろうというふうに今思うかもしれません。ただですね、もう少しちょっと、ややこしい例はあって、それが次の、ページになります。今ですね、このトツタメン集合としてですね、この線分ですね、この二次元空間の中にはこの線分を考えます。これはですね、まず、トツタメン集合です。なぜかというと、これをですね、表すような、この集合を表すような、線形不等式形が作れるからです。で、実際にこれ作ってみます。ただ、ここらちょっと座標を与えてないから、いけませんけども、まあ、実はここら辺は、まあ、2なんですね。2。座標これ2なんですけども、値割りなんですけども、こんな形で作れます。で、これ何をやってるかというと、今ですね、まずこれ4つ不等式があります。4つ不等式があります。で、どんな形でこの4つの不等式がこの線分を表すのかってことを考えるとですね、まずですね、上の2つを見てみます。上の2つ。で、これはですね、2つの不等式になってますけども、これはですね、どちらもですね、この、線分を伸ばしてできるこう直線を境界と持つ部分を表していて、上の方の不等式はこの直線よりも上側で、下の方の不等式はこの直線よりも下側っていうのを表しているような不等式になっています。これは冷静に考えるとわかります。で、そうすると、この2つの不等式を両方とも満たす点の集合というのは、この直線上の点すべてという形で書けるということになります。いいですか？一般にですね、一般にというか、だから、まあ、この直線っていうのは本来は x1 プラス x2 イコール2っていう、こういう直線なんですけども、まあ、これを満たす x1、x2 っていうのは、実は、x1 プラス x2 が2以上であり、かつ、x1 プラス x2 が2以下であると。まあ、こういうふうに書けるわけですね。で、この下の方の、ちょっと色、下の方のこの不等式の符号を変えたものが上に書いた第2式になっているというふうになっているわけです。いいですかね。で、まあ、そういう形でこの直線が、まあ、出られると。この直線が得られる。で、この直線はこの、上と下の方にこの、際限なくこれ、まあ、伸びてるわけです。で、伸びてるんだけども、それがこの、今、こう線分だけ考えるようになってるのは、この最後の下の2つの不等式であるからです。この中で、この第一象限ですかね。この第一象限の中だけに、に含まれる部分だけを切り出しているのが、この x1 が0以上、x2 が0以上っていう、まあ、不等式になっていると。まあ、こういう形になっているわけです。まあ、これによって、この4つの不等式が、ここに書いてあるこの線分ですね、ピンク色の線分を表す線形不等式になっているということがわかります。一方ですね、この、多面集合である、トツタミン集合である線分をですね、表す方法は別にあって、例えばですね、次のような形があります。ちょっとすいません。すいません。このような形でも表せます。で、これどういう、不等式かというと、これ4つ不等式があります。で、4つ不等式があるんですけども、上の2つですね。上の2つは変わりません。元々のもと変わりません。で、何が違うかというと、先ほど言ったみたいに、この上の2つの不等式というのは、この線分を伸ばしてできるこう直線を表します。直線を表しています。あれ、全く書けなくなっちゃった。どうして書けなくなっちゃうのかな。これ前回もあったんですけど、書けなくなっちゃうってことがたまに起きて、なんかさっきなんか変なボタンを押したんですよね。変なボタンを押したことは分かってるんですけども、
ちょっと待ってくださいね。これは今、これだと書けるんだな。困ったな。ちょっと後でちょっと考えます。書けないな。多分マウスカウトで見えると思うので、すいません。マウスカウトでちょっと我慢していただくと、その直線ですね。直線を表しているんですけども、その直線のその端を切る部分がこれ変わっていると。この二つの。あれ？何が起きたんだろう。これは反応する。で、ペンは？ペンが選べない。あ、ペン選んでるけど、なんか変なことなんです。これかな？あっと。ちょっとすいません。で、これでもう一回選んでみると、選べない。書けた。何が起きてるのかちょっとわかんない。すいません。あ、これは。あ、選べたけど書けないな。すいません。ですね。何が起きてるんだろう。すいません。ちょっと、この、タブレットの姿がうまくいかなくて、すいません。ですね。もう一度言うと、この直線をですね、マウスカーソルだけで見ていただくと、この直線のこの端をこう切り取る部分の、書き方が違っていて、その切り方がこの下の二つの、不等式で、この場合記述されています。で、どんな感じかっていうと、例えばですね、この三つ目の式、書けないな、書きたいな、書きたい、書けない。このマイナス X1 プラス X2 がダイナリックのマイナス2っていうのが、どっちだろう。どっちかな。ここかな？この下の方のこの直線。こっちの直線ですね。こっちの直線の上側。っていうのを表す不等式になってるはずです。ですね。ですね。ですね。はい。で、それによってこの長い直線の下側が切り取られてるという形になります。で、四つ目の不等式は、あ、書けた。突然、びっくりした。四つ目の不等式は、この上の方の、直線の下側。っていう領域を表していて、これによって、この長い直線の上側が切り取られているという形になっているわけです。で、そうすると、先ほどですね、バカらしい例では、付け加えた不等式は別にあってもなくても良い不等式だったという形に何を言っているかというと、先ほどの例1とかって言われて、こっちの方ですね。こっちの方では、この赤い不等式っていうのは、あってもなくても良い不等式。これがあってもなくても、この表される土地多面集合が変わらないっていう不等式だったんですけども、この2つ目の例では、この4つの不等式のどれを取り除いても、このピンクの領域が変わってしまいます。そういうふうに、意味のない不等式は、取り除けるっていうのが初めの例だったんだけども、この2つ目の例では、このどの不等式を取り除いても、この考えている土地多面集合が変わってしまうことがあるわけです。で、こういうこともあり得るので、何を言いたいかっていうと、そういうような2つの、表し方。もし言うと、一つの土地多面集合について、別の表し方が存在していて、その中のどの不等式を取り除いても、表現される土地多面集合が変わってしまう。ってことはあり得ます。何ていうかわかんないかな。だから、線形不等式っていうのと、土地多面集合っていうのは、対応はある程度あるんだけども、その一対一に対応してるわけじゃないですし、余分なに見える不等式を取り除けば、実は、なんていうのかな、その極小というか最小の表現っていうのがあるのかって言われると、そういうわけでもないんですね。ってことなので、十分にそこら辺は注意してくださいということになります。よろしいですか？ちょっと、何を話してるのかわかんないかもしれませんけども。いずれにせよ、この線形不等式系から土地多面集合を選べます。はい。で、これがですね、どうしてその線形、計画法を考える上で重要なのかというと、線形計画問題の許容領域は土地多面集合だからです。今ですね、この等式標準形の線形計画問題と不等式標準形の線形計画問題、これを今書いています。で、例えばですね、で、土地多面集合というのはさっき言ったように、なんだろう。A じゃないや。点を集めてきて、点を集めてきて、その点っていうのは AZ ダイナリーイコール B とか、こういう不等式を表すの、で、目指すのっていうふうに、こういうふうに言ったわけです。で、ここのですね、AZ が B 以上っていうふうな形に、この制約の部分がですね、なってるのかってことをちょっと確認したいわけです。で、実際にそうなってます。例えばですね、これパッと書いてますけども、こんな感じですね。今この、等式標準形の方の制約式 AX イコール B と X ダイナリーイコール0っ
ていうのは、まとめて聞くとこんな感じになります。こんな感じになります。で、これはさっき言ったみたいに、AX イコール B っていうこの等式があったら、その等式はまずこの2つの不等式に分けられますと。だから AX イコール B っていうのは、AX が B 以上であるっていうのと、かつ、AX が B 以下とかけるということですね。で、AX が B 以上であるっていう部分が、この、式において、この第1行ですね。この部分で、表現されているという形になります。で、AX が B 以下っていうのが、この第2行で表されているということになります。まあ、ただし、この不等式の向きを大なりイコールに揃えるためにマイナスをつけているということになります。で、最後の IX 大なりイコール0っていうのは、この X が0以上っていう部分を表していて、この I というのは、ここでは単位行列を表しています。I は単位行列を表しています。単位行列を表しています。N×N ですね。N×N の単位行列を表しています。はい。で、同じように、この不等式標準形の方も、まあ、こんな形で、一つの行列と一つのベクトルを使って表せるという形になってますので、まあ、これによって、線形計画問題の許容領域はトスタミン集であるということがわかるということになります。よろしいでしょうか。でですね、この許容領域の性質を調べる、つまりトスタミン集合の性質を調べるということが、この線形計画問題においては非常に重要になります。ので、まあ、それを今からやっていきたいということになるのが、今からの話になります。で、だいたい30分ですよね。で、性質としてまず初めに挙げたいのは、まあ、トツタミン集合、トツタミン集合というふうに言ってるんですけども、実際これはですね、トツ集合です。で、トツ集合というのは何なのかってことを、まあ、忘れてる人、あるいは初めて人にとっては、ここに書いてあるものが、これ定義になります。で、ちょっとこの定義をまず、まあ、復習、あるいは、まあ、初めて見る人にとっては、こういうものなんだよってことを、今から理解してもらうということになります。で、まず、集合 S であります。S というのは、RN 上の部分集合、つまり、空間の中の領域です。空間の中の領域です。で、そういう、まあ、S があって、それは凸である、コンベックスであるとは何なのかというと、それはですね、ここに書いてある条件を満たすことです。で、何かというと、XY というこの S の中に入っている点、を取ってきて、このラムダというこれ実数ですけども、ラムダをこの0以上1以下の実数とします。でこの時に、このラムダ X プラス1マイナスラムダ Y という別の点を作ります。で、この点も S に入っているってことが、この条件になります。ですか。X と Y というものを S から取ってきて、ラムダ実数0以上1以下のものを取ってきたら、ラムダ X プラス1マイナスラムダ Y っていうのが S に入っているということを要求しています。で、でまあ、下に例があるんですけども、まあこういう、まあ、丸まってるものというか、こういうか、へこんでないもの。これが、まあ凸である集合の、まあイメージです。まあこういうものだと思ってください。で、へこみがあるもののことを、まあ凸ではない集合というふうに呼んでます。で、これ、まあ定義に基づいてこれ確認すると、例えばですね、XY という点を、この、集合から選んでいきます。見えますかね ?X は選んでいきます。で、まあ、ラムダは0以上1以下の実数だったら何でもいいので、例えばじゃあ2分の1だとしましょう。ラムダ2分の1とします。で、その時にですね、ここに書いてある、ラムダ X プラス1マイナスラムダ Y っていうのが、これも Y に入って、S に入っている必要があるわけです。で、じゃあ実際にこれ作ってみると、これ、ラムダが、2分の1なので、考えるべき点というのは、2分の 1X プラス2分の 1Y っていう点です。で、これが S に入ってますかってことを考えるわけです。で、実際にこれか、2分の 1X プラス2分の 1Y っていう点がどこに位置するのかと考える。これはですね、X と Y を結ぶ線分の中点になります。X と Y を結ぶ線分の中点になります。で、これがこの2分の 1X プラス2分の 1Y になるわけです。いいですか?で、これはその、いいですよね。この、中点になります。で、一般的に、このラムダを0以上1以下とすると、このラムダ X プラス1マイナスラムダ Y っていうのは、この X と Y のを結ぶ線分上の点になります。1マイナスラムダ対ラムダで内分する点になります。で、この場合はちょうどこの、この中点は、確かにこの S という、集合領域に入っているということがわかるわけですね。で、これはですね、この凸である集合だったら、どのように X と Y を選んできても、どのように0以上1以下のラムダを選んできても、この
ラムダ X プラス1マイナスラムダ Y が S に入るという形になるわけです。で、これは凸集合の定理です。で、まあそうだと思って、この右側のこの凸ではないっていう例を見てみると、これはつまり凸ではないので、ある X、Y とラムダを選ぶと、この右に書いてあるこの内分点というのが S に入りませんってことを、言ってるわけです。で、実際にそういう X、Y、ラムダがあるかというと、例えば、ここら辺に X、ここら辺が、また、あんまりその指示語を使うのは良くないんですけども、まあ、左上のあたりに X、右上のあたりに Y を取って、またラムダを2分の1とすると、この中点を考えることになるんですが、この中点は、ここら辺ですね。この中点は S、この領域に入ってませんから、だからこれ凸ではないんだと、わかると。ということになるわけです。よろしいでしょうか。これが凸集合の定義です。で、ここで言ってるのは、凸多面集合は凸集合であるという、まあ、性質です。で、実際にこれは証明してみましょうということになります。で、証明する前に一つ注意があって、こういった凸ではない集合っていうのがあるんですけども、こういうものをですね、我々は、O集合と呼びません。おそらくですね、O集合っていう概念は、ね、ありません。で、なんか凸でないものを O と呼びたくなる。まあ、このですね、図に書いてある、このなんか、もう形がなんか、もう漢字 O のような感じもするから、O 集合と呼びたくなるかもしれませんが、凸ではない集合のことを、その O 集合と呼ぶことはありません。で、O 集合というものは存在しない、そういう用語は存在しないと思います。しないと思いますとすれば、しないと思いますので、凸ではない集合は、まあ普通我々は非凸集合と。普通は呼びますけども。だから、まあ、O 集合と呼ぶことはないと思うので、間違ってそういうふうに呼ばないようにしてください。はい。では、じゃあ、凸多面集合が凸集合であると、ちょっと証明しましょう。で、これはそんなに難しくないので、今からやるということになります。なんか、この授業であんまり証明はしないんですけども、これはまあ、そんなに難しくないからします。じゃあ、今ですね、凸多面集合が凸集合だと証明したいので、まあ、任意の凸多面集合を考えます。で、その凸多面集合であるってことは、ある線形不等式形を持って書けるわけなので、その線形不等式形を AX 大なりイコール B とします。で、これがですね、今これ P とありますけど、この P が今考えている凸多面集合です。で、これが凸だってことを証明したいので、証明すべきは何かっていうと、この集合領域から X、Y を任意に選んで、ラムダ0以上1以下の実数を任意に選んだら、ラムダ X プラス1マイナスラムダ Y っていうのも確かにこの領域に入ってるってことを言えばいい。ということなので、ここに書いているこの2行、最後の2行ですね。この2行が、今からやることです。X、Y を P から取ってきて、ラムダを0以上1以下の、実数としたら、ラムダ X プラス1マイナスラムダ Y が P に入ってるってことを示していきます。で、P の定義は上に書いてある通りです。そうですね。で、これやっていきましょうと。で、だから、この上に書いた、これが仮定で、下の結論を示していく。なので、何をしたいかっていうと、つまりですね、A かけるラムダ X プラス1マイナスラムダ Y っていうのが B 以下、だ B 以上であるってことを示せばよいです。いいですか？で、そうすると、この、ラムダ X プラス1マイナスラムダ Y に対して、この不等式が成り立っているということが分かるということになりますが、これを示していきます。で、仮定は何なのかっていうと、仮定は、XY が P に入ってます。だから仮定は何なのかっていうと、仮定は AX は B 以上です。で、AY も B 以上です。で、これが仮定になります。なんでかっていうと、X と、上はその X が P に入っているからですね。で、下は Y が P に入っているから。ということと、まあ、同値です。だから、この仮定を使って、上に書いてある、この、示せばよいと書いてあるものを示していくということになります。それをやっていきましょう。だから、まあ、左辺を変形していって、それが B 以上だってことを言うということをします。はい。で、そのために、じゃあ、左辺見ましょう。なんですね。左辺、これですね。で、これは、線形性から、ラムダ AX プラス1マイナスラムダ AY とかけます。いいですよね。で、そうすると、今、ラムダは0以上1以下なので、ラムダは0以上1以下なので、ラムダは0以上ですし、1マイナスラムダはもうこれ0以上です。いいですか？で、そうすると、またここの係数の部分ですね。これは全部これ0以上です。
これ0以上です。で、そうすると、先ほど言ってた仮定である AX が B 以上っていうのと、AY が B 以上っていうものを使うと、この上の方を AX と B に対して、AX に対して適用すると、ラムダは0以上なので、この不等号が得られると。で、同じように AY に対しての仮定使うと、1マイナスラムダは0以上なので、この不等号の向きがついて B が出てくると。今ですね、マイクが、充電が切れそうだっていうふうに言われてるんですけど、これ大丈夫ですかね？なんか、これ聞こえる限りこれやっていこうと思うんですけども、すいません。ちょっと、マイクがどうなるかちょっと不安になってきます。ちょっと後で考えますね。で、これは、ラムダ B プラス1マイナスラムダ B なので、これ、イコール B になります。よろしいでしょうか？っていう形で、A なんとかかんとかが B 以上だっていう結論が得られて、証明ができたということになります。よろしいでしょうか？はい。これ、充電が切れたら、これは音が聞こえなくなって、これ、録音もできなくなってしまうんですね。なんでこんなことになってしまうんだろう。待ってください、ね。これ信じるんですけど、もうずっと聞こえること。ちょっと、あと考えますね。すみません。で、じゃあこれはできたとします。いいですかね。これで。はい。で、どうしようかな。じゃあ次ですね。で、とっため集合、いろんなものがあります。で、一つの、まず、例を挙げます。空集合。空集合は、これとっため集合です。これはなんか、変だなってイメージあるかもしれませんけども、これは定義によると、これ空集合もとつため集合になってしまいます。なんでかというと、とつため集合は線形不等式系の解の集合として得られるからです。で実際にここにその線形不等式系一つ書いてます。で、これ何かというと、x1 が1以上、マイナス x1 が1以上って、こういう2つの不等式からなる線形不等式系です。で、これはですね、空間においてどういう領域を表せるかっていうと、x1 が1以上っていうのは、まあ、ここの部分ですね。これ1だとして、こっち側ですね。この、x1 イコール1っていう直線の右側を表します。で、マイナス x1 が1以上っていうのはこれどこら辺かっていうと、マイナス1、あ、x1 イコールマイナス1っていう直線の左側ですね。これを表しています。で、この2つの領域は、の、共通部分はこれ空集合なんです。いいですか？だから、この線形不等式系の解、全体の集合として空集合っていうのは出てきます。つまり空集合はとつために集合です。いいですか？で、これはなんか変ななんか病的な例かなっていうふうに思うんだけども、まあ空集合もとつために集合として扱われるんだってことはちょっと気に留めておいてください。はい。で、二つ目の例です。これは、平板空間とよく呼ばれるもので、これはですね、一つの不等式だけで表される、とつために集合のことを言います。で、もう少しちゃんと言うと、あるベクトル A とある実数 B を使って、A 点値 Z が B 以上という一つの不等式を満たす Z 全体で、作られる突破集合です。で、こういうものを平板空間と言います。はい。例えばこんな感じですね。平板空間。こんな感じです。はい。で、先ほど言ったみたいに、普通はその、とつために集合を定義するときには、AZ、大なりイコール B っていう、この A が、M×N の行列を使ってこう、作ってるんですけども、まあ、平板空間をこの立場で眺めると、平板空間っていうのは、平板空間、空間というのは、M が1の場合と。だから、その1行しかない場合に対応しているというふうに、まあ、思ってください。よろしいでしょうか。はい。で、そうだと思って、考えると、だから、一般的なとつために集合っていうのは、この M が1であるとは限らないので、M が2とか3とか、もっと大きい場合になっているわけです。で、そういうことを考えると、これどういうことになっているかというと、とつために集合っていうのは、平板空間の共通部分であるというふうに言えるわけです。例えば先ほどのこの例っていうのは、これは3つの平板空間の共通部分であるというふうに言えるわけです。つまりその3つの不等式があって、その不等式が定める平板空間の共通部分として、この赤い凸多面集合が得られているということになるわけですね。よろしいでしょうか。で、実はですね、この性質を使って凸多面集合を定義することもあります。つまり凸多面集合とは平板空間の共通部分であると
という形で土地多面集合を定義することもあります。ので、まあ、そういう書物とか、論文とかも、今後出てくるかもしれませんけども、本質的には同じなんだというふうに考えてください。よろしくお願いします。はい。で、これで、あともう一個かな。土地多面集合の例として、超平面というのがあります。でこれはですね、平板空間の時は、ここの部分が、不等号だったんですね。不等号だったんですけども、それが、まあ、これ等号になっている場合、それを超平面と言います。で、先ほどの平板空間の場合は、なんかこの、なんか直線があって、その上側とか下側とか、こういう形で言ってたんだけども、この直線自体、まあ、その一般的な次元 L であると、直線じゃなくて、これ超平面というわけですけども、その境界ですね、この部分のことを、まあ、つまりイコールで満たしている部分のことを超平面と呼ぶということになります。で、超平面も一応、一応じゃなくて定義から、土地多面集合であるということは言えるわけです。で、それは何でかっていうと、この、境界の上側の、平板空間と下側の平板空間の共通部分として、この超平面というのが得られるという形になっているからです。よろしいでしょうか。だから、この超平面という、このイコールになっているものも、土地多面集合になっているということになります。よろしいでしょうか。はい。で、まだあった。すいません。いろんなものがあって、土地多面集合には。土地多面錐というものがあります。土地多面錐。で、これ何かというと、先ほどですね、土地多面集合の定義では、AZ が大なり B、ベクトル B であるというふうに言ってたんだけども、この B というベクトルが0ベクトルである場合に、この凸多面集合のことを凸多面錐というふうに言います。凸多面錐というふうに言います。で、錐っていうのは、このコーンっていう、英語の訳です。よく三角錐とか四角錐とかっていうふうに言うと思いますけども、あの錐もこれコーンです。よくそのアイスクリームコーンってありますけども、あのコーンはこのコーンです。はい。で、なんだっけ。工事の時に立ってる赤い、とんがってるやつ。あれもコーンなんですけども、それもこのコーンです。錐です。はい。で、まあ、例が挙げられていて、ここですね。こんな感じですね。こういうもの。これが、凸多面錐の例です。で、これ、この、右辺の部分、これが0になってますか ?0 ベクトルですから、この、凸多面集合を定める一つ一つの不等式っていうのは必ずこの原点を通ることになります。いいですか?だから原点を通っていて、なんかこの、なんだろうな、アイスクリームコーンのようなイメージを抱いていただくと、まあ、こんな感じと。ただし、これはですね、この、無限遠方までずっと伸びてます。ずっと伸びてます。ずっと伸びてる。のが、この凸多面錐の、特徴で、まあ、これは重要な性質になっているという感じになりますね。凸多面錐。よろしいでしょうか。はい。それで、なんか、順番にやってきてますけども、なんか、言葉がたくさん出てきて、こんなの覚えきれないなとかっていうふうに思うかもしれませんけども、覚えなくて大丈夫です。覚えないでください。で、忘れたら、まあ、調べられるとかですね。忘れたら、こう、調べて思い出せるってことが重要なので、まあ、こういうものがあるんだなっていうことだけを今、思ってもらって、覚えようとはしないでください。自然と覚えてしまうのは構いませんけども、無理に覚えようと思って覚えるってことはしないでください。はい。で、補足なんですけども、一般的に凸錐と言ったら、このようなものです。何かというと、集合、この領域ですね。C が凸錐であるっていうのは、ここに書いてある二つの条件を満たすことになります。で、何かというと、X がこの C、この領域の要素であって、ラムダが0以上の、実数であるならば、このラムダ X っていうのも C に入ってます。で、なおかつ、X と Y がこの C に入ってるんだったら、それを足したものも C に入ってます。で、この条件2つを満たすもの、そういう領域 C のことを一般的に凸錐というふうに言います。で、ちょっとこれはちゃんと確かめないんですけども、凸多面錐ってやっぱ凸錐です。なんでかっていうと、まあ、X っていうのはこれになって、これで、このベクトルを考えます。X ですね。で、例えばこれ、ラムダを2だとすると、2X を考えます。で、2X っていうのはこの X を2倍に伸ばしたものですね。これ 2X ですね。2X です。で、それもこう入ってると。だから、このなんだろうな。ベクトルがあったら、それをこう伸ばしたものも全部入ってますよっていうのが、これ1番の条件です。で、2番の条件は何なのかっていうと、消えなかった。
2番の条件何なのかというと、X があって、Y というと別のものがあったら、それを足したもの、足したもの、ここら辺ですね。ここら辺ですね。これも入ってますよっていうのが、2番目の条件になっています。で、確かに今、凸多面積が凸数になるってことは、これ、まあ、定義を使えば確認できるから、これやらないんですけども、重要なのは何かっていうと、凸多面積ではない凸数っていうのがあります。それはですね、2次元で書こうと思うとできないんですけども、2次元では生まれないんですけども、2次元ではないんですけども、この3次元ではそういうものがあって、これはですね、まさに、そのアイスクリームコーンのようなコーン、水ですね、になってまして、なんかこの、なんだろう、この、切り口が円になっているような、まあそういうような凸水っていうのもあり得ます。あり得ます。だから、その凸水というものが全て凸多面水であるわけではないんですけども、凸多面水は凸水です。で、まあこれは補足なので、今後凸水については、まあ出てこないとは思いますけども、一応補足としてここでご紹介しておきます。はい。だからまあ別に言うとすると、凸多面水は凸水の特別な場合という形になります。はい。で、そうか。で、いろんなことがあるな。ですね、重要な概念に、有解な集合っていうのと、非有解な集合っていうのがあります。で、気持ちだけ言うと、非有解な集合っていうのは、この無限遠に、この、いくらでもこの、伸びていけるような集合のこと。で、そういうものを非有解な集合っていうふうに言います。で、有解な集合はそうじゃない。だから、なんか、どっか、遠くまで行こうとすると、必ず、どっかでこの、天井があって打ち切られますよっていう、そういうような集合のことを有解っていうふうに言います。で、ちゃんとした定義はここに書いてあって、何かというと、S という領域が有解である、バウンディであるっていうのは何なのかというと、ある実数 D が存在していて、任意のその、領域の要素 XY に対して、X と Y の間の距離ですね。距離が必ず D 以下ですよ、というような条件を満たす集合のことです。ですかね。これ、先に D があることに注意してください。この、X と Y の選び方によらず D が先にあることに注意をしてください。いいですか？で、先ほど挙げていた、この、非空な凸多面水っていうのは必ず非有解になります。それはその、まあ、この開いてる方向にどんだけでも、大きくできるからです。遠くに行けてしまうからです。有解でない集合のことを非有解というふうに言います。で、右側のものはこれは有解な凸集合の例になります。いいですかね。その、無限に、この、外に行けない。どっかでこう、必ずこう、止められてしまうと。どの方向に行ってもですね、どの方向に行っても、その途中でこう止められてしまうというのが、こう、有解であるという、言葉の定義です。これは、こうやって、で、その定義をちゃんと先に書いたのが、ここになります。ということになります。これはいいでしょうか。はい。で、実はですね、この凸多面集合を考える場合に、この有解であるか非有解であるかっていうことは、だいぶいろんな性質を決める鍵になってまして、なので、有解な凸多面集合には名前がついています。で、それを普通凸多面体というふうに言います。凸多面体とは、有解な凸多面集合のことです。先ほど挙げたこの右の図のようなもの、これ凸多面集合の例になっていますし、よく皆さんが思い浮かべるような、この3次元の立方体、これも有解な凸多面集合ですか？これ凸多面体です。はい。という感じで、凸多面体という言葉が定義されます。だから別に言うとすると、すべての凸多面集合が凸多面体であるわけではないです。非有解や凸多面集合ありますから。なので、そういう意味では、この凸多面体というものは非常になんか特殊な対象ではあるんだけども、この、線形計画法であるとか、凸多面集合の構造を理解するという上では、非常に重要な役割を果たすので、ここで考えるということになります。はい。で、割とあるな。まだ今日終わんない気がしてきたな。ですね。今までこの図では2次元のものをたくさん書いてきたんですけども、一応、この凸多面集合とか、凸多面体っていうのは、一般の次元 N、例えば100次元とか、1万次元とかでも定義されるので、まあそういうものの例を一つここで挙げてみます。で、もう今これ自然数 N、まあ1以上のものも何でもいいんですけども、それに対してこの N 次元立方体という凸多面体を定義してみますけども、まあ定義というか、次のように定義される凸多面体は N 次元立方体と呼ばれます。どういうものかっていうと、ここに書いてあるような不等式、線形不等式系で定義される凸多面集合です。で、これ実際に凸多面体になります。有解になります。
で、今ですね、ここに書いてある図は何かっていうと、右側じゃ、左側がこれ N が2の場合。で、右側は N が3の場合に対応します。で、だから N が3の場合は、X1、X2、X3 というこう3つの軸があって、それぞれの軸に対して、この値が0以上1以下である。という形になっているというものですね。で、そういう形で、この、3次元立方体っていうのは定義されるということになります。で、皆さん、これ質問があって、N が4以上の場合を想像できますか？まあ、こんな感じで N は書けないんですよね。でも N は書けないんだけども、我々はこういう、その、高次元の凸多面体とか凸多面集合を想像する必要があるわけです。なんでかというと、この次元というのは、線形計画問題においては、変数の数そのものだ、そのものだからです。だから、その3次元の凸多面とか3次元の凸多面集合を考えるっていうのは、変数の数が3しかないような問題を考えるかっていう、こういう形になるわけですね。で、一方で我々が解きたい問題っていうのは、もっと次元が高い、変数の数が大きな問題になるわけです。で、そうすると、その大きな次元の凸多面集合とか、大きな次元の凸多面体っていうのがどんなものなのかってことが想像できるっていうのは非常に重要なことになります。一方で、そういうものは、この、スライドに書いてあるように、図で書けないので、本当に我々のこうイマジネーションというか、理解の、幅をですね、抽象的にこう広げていく必要があります。それは本当に困難なんです。困難です。想像困難。なんですけども、まあそういうようなトレーニングをしていくというのが、一つこういうその、最適化と、歩んでいくためには非常に重要になっていくので、まあそういうような側面も、この講義で、扱えていたらいいなというふうに思います。はい。で、実際ですね、この立方体っていうのは誘拐なんですけども、まあ、その証明はここで書いてあるんですけども、まあ、これはちょっと後で見ていただく形にしてもらって、まあ、ここでは、証明自体は省略します。はい。という形で、初めの部分ですね、の話が終わりました。全然終わる気がしない。じゃあ、ちょっとここで、50分ぐらい話しているので、じゃあ3分ぐらい休憩をしましょう。はい。じゃあちょっと休憩をします。じゃあ3分休憩をしますので、じゃあ3分後に続きから始めていきます。あれ、すまないな。はい、すまない。はい。寒い。けども、寒い、寒い場合はちょっと開けてください。すいません。で、マイクがずっと聞こえることを祈ってるんですけども、ちょっと、すいません。もしこれ聞こえなくなったら、困るな。すいません。もし、聞こえなくなったら、後で、その、オンライン、遠隔の方のために、ちょっと、なんだろう。動画撮り直しますんで、すいません。マイクは切れないことを祈るんですけども、すいません。だから、十分、充電はしたはずなので、ですけども、だから2時間ぐらい持ってほしいんですけども、なんか1時間ぐらいで清掃になってしまって困ってます。もしなんか音が聞こえなくなったら、オンラインの方、ズームの方、もし音が聞こえなくなったらチャットで教えてください。すいません。後でなんとか対処します。ちょっとPC 自体にマイクついてないので、ちょっと PC で音を拾うことはちょっとできないんですけども、すいません。ちょっと、問題があってすいません。前回はうまくいったんですけどね。はい。
はい、それでは再開をしたいと思います。今、この線形不等式系と凸多面集合の定義をしてきたんですけども、その凸多面集合の構造を深く理解するために、この面という概念があって、それが非常に重要な役割を果たします。で、それを、紹介していきます。で、そのためにですね、いろんな定義をまたしていかなくちゃいけなくて、これがまたちょっとややこしいんですが、まあ、順番にやっていきます。はい。じゃあ、面の話をしていきます。まずですね、線形部分空間、これ皆さんご存知かと思いますけども、まあ、N 次元空間があって、そのまあ部分集合領域として、この L が線形部分空間であるというのは、まあ、ある行列 A を使って、AX イコール0を満たす X 全体として書けるということですね。で、まあ、これは皆さんよくご存知だと思いますけども、一応その A も書いてみると。で、ここではその A として、この 2×3 行列っていうのを取ってきます。で、これは、書き方を変えると、初めの方の不等式、等式は、2x1 プラス x2 プラス x3 イコール0になって、下の方の等式は、これは x2 イコール0ですね。で、この2つの等式を満たすような x っていうベクトル全体の集合になるわけです。で、これは、まあ、この 2つの等式は共にこの空間の中の長平面を定めるわけです。で、一つ目の等式、2x1 プラス x2 プラス x3 で、例えば、こんな感じの等式を、長平面を、表していく。で、下の方の x2 イコール0っていうのは、こんな感じですね。こんな感じの、長平面を表していく。で、まあ、その二つの長平面の共通部分が、この L という線形部分空間になります。で、この場合は、ここら辺ですね。このあたり。多分、これ次のページで。黒くなりますが、ここですね。で、まあ、この場合は、原点とマイナス1、0、2っていう点を通る直線になっているという形になります。で、こういうふうに、なんか原点を通る、なんとかって形になるのは、この線形部分空間です。なんか、原点を通る平らなものっていうのは、これが線形部分空間です。はい。で、こういう、その線形部分空間があったら、それの次元っていうのは定義されるってことは、皆さんご存知、線形代数でご存知で、まあ、線形代数的に言うと、線形代数的に言うと、線形代数学的に言うと、これはこの、この線形部分空間っていうのが線形空間なので、その規定を取ると、考えると、その規定はどのようにとっても個数が同じで、その規定の数、規定の要素数っていうのが次元であるっていうふうに言ったりします。で、まあ、これ書いてあるのはいいかどうかわかんないんだけども、まあ、N っていう、N-A のランクとまあも言えます。同じことですけども。で、N っていうのはこの全体空間の次元です。で、ランク A は A の回数ですね。だから、この A という行列があったら、そこで、その、まあ、行でも列でもいいんだけども、どれだけたくさん、線形独立な、ベクトルを選べるか、で、その最大値のことをランクというふうに言います。で、この場合、この、これ 2×3 行列なんだけども、このランク、これ2になってます。この行列のランク2になってます。だから、この線形部分空間ですね、この直線の次元は1である。3-2 で1であるというふうに言えます。で、確かに、直線っていうのは自由度が1、その一つの方向にしか動けないっていう形になっているので、まあその自由度のことをこの次元っていうふうに言ってるんだなっていうふうに、捉えてもらって全然大丈夫です。はい。よろしいでしょうか。で、これは線形部分空間の話で、で、その、まあ次元とも呼ばれるものになるんですけども、よく似たものに、このアフィン部分空間っていうものがあります。で、アフィン部分空間っていうのは、先ほど、この AX イコール0としたときに考えていたものが、線形部分空間だったんだけども、その右辺が0じゃなくて、どんなベクトル B、どんなものでもいいですよっていうふうにしたもののことをアフィン部分空間と言います。アフィン部分空間と言います。で、まあ、例えば、まあ、この場合、その、先ほどの行列と、左辺は同じで、右辺の方を -1 っていう別のベクトルにしてます。で、そうするとこれ何が起きるかっていうと、この、まあ、定数行列って言いますけども、このラージ A の方これ変わらないので、この直線の傾きは、傾きは変わりません。ただ、この B が00から -1 に変わったことによって、この直線がですね、平行移動しています。まあ、これ直線が平行移動しているというか、長平面が、この二つの長平面が平行移動しているので、それに伴ってこの直線も平行移動するという形になっています。はい。で、それによって、まあその、まあ今、二つ通る点は違うものを書いてますけども、あちらを持っているのは、先ほどの、線形部分空間の時と違う点になってますけども、それらを通る直線として、まあ、このアフィン部分空間が得られるという形になっています。もう一度言うと、この直線は
前の例にあった線形部分空間を平行移動させたものになっているという形になっています。はい。でそうすると、アフィン部分空間の次元というのも定義できて、それは、その平行移動する前の、線形部分空間の次元と同じです。でそれはですね、また同じように N-A のランク、A の回数という形で定義できます。つまり、この場合、この直線の次元は1です。という形になります。すいません。はい。でですね、凸多面集合があったら、凸多面集合の次元というものも、考えられます。で、P が今凸多面集合であるとすると、その次元というのは、この P を含むアフィン空間の次元の最小値です。ややこしいですね。P を含むアフィン空間の次元の最小値です。例えば、今この左側の今この個線分、これ先ほど言った通り、これ凸多面集合でした。で、これを含むアフィン空間として、例えば、この線分を伸ばしてできるこの直線があります。これは、この P という、凸多面集合を含むようなアフィン空間になっています。で、そのアフィン空間の直線ですから、その次元は1です。いいですか。で、これよりも小さな次元のアフィン空間で P を含むものはありません。ので、この P という、線分の次元は1である。というふうに言います。いいでしょうか。で、一方でですね、この右側のような、このなんか広がりを持っているような、この P ですね。これを含むような直線ありません。どんな直線を取ってきても、この P という、この膨らみを持った領域全体を含むようにはできません。だから、そういう意味では、この P の次元は1にはなり得ません。で、一方でですね、この R2 っていうこの平面全体、これもですね、線形空間、線形部分空間ですから、これもアフィン空間なわけです。で、この R の2乗っていうのはこの P を含んでますから、この R の2乗というのは P を含むアフィン空間になってます。アフィン空間ですね。これ本来はアフィン部分空間ですね。今までの言葉で言うと。アフィン部分空間です。なので、この P の、次元は2になります。この R2 というのが P を含むアフィン部分空間の中で一番小さなものです。だからこの P の次元は2になります。だからその P の中ではその中の二次元的な膨らみというか自由度が2にあるというようなまあイメージを持ってください。ですかね。ということになってますので、まあ、これによって、多面体、凸多面集合の次元を定義するということになります。次元の定義はいいでしょうか。これ今後使っていきますけども。だからまあこれを定義したいがために、アフィン部分空間とか線形部分空間の、導入をしたっていうだけなんですけども、ご紹介したかったのはこの次元です。次元が重要です。いいですか。はい。それでですね、次に重要なのはですね、打倒不等式っていう概念です。何かというと、まあ、凸多面集合があるとします。P、凸多面集合があるとします。で、この P というのは、この AZ ダイナリコール B という不等式で定義されているとします。ですかね。で、そのような、凸多面集合があるときに、不等式 α 点値 X ダイナリ B というのを考えます。これは、なんだろう、平方空間を定めるような不等式です。ですかね。α は N 次元ベクトル、β は実数だとしてます。ですかね。だから、α 点値 X ダイナイコール B、β っていう不等式は定義されるんですけども、その不等式が P に対する妥当不等式であるとは、というのは次のように定義されます。これ妥当不等式の定義です。で、何かというと、Z という点が、この AZ ダイナリイコール B という不等式を満たすと仮定します。で、そうだとするんだったら、必ず α 点値 Z、ダイナリイコールベータという不等式も満たすという関係です。ですか。で、それはですね、今、ここの図で書いてあるようなイメージを持ってくださいというふうに思います。今ですね、この P という凸多面集合、これ今、誘拐だから、これ凸多面体でもあるんですけども、凸多面集合があります。で、それに対して、この、今、この α 点値 X ダイナリイコールベータという、不等式が妥当不等式であるという状況を書いています。でどういう状況なのかというと、今ですね、この α 点値 x ダイナリイコール β というのは、先ほど言った通り、まあ、この α が0ベクトルじゃなかったら、この、不等式によって、この空間の、平方空間が定められます。この、
長平面よりも片側っていう、そういうような領域です。で、この上の条件図っていうのは何かっていうと、この P というトスタミン集合がこの平板空間の中にすっぽりと含まれるってことを意味しています。なぜかというと、この左辺を満たすような Z を取ってくると、それはこの P という中に含まれているわけです。P の要素になっているわけです。これですね。AZ が B 以上っていう、まあそういうことを意味しているわけです。で、その時に必ず α 点値 Z ダイナリーイコール β を満たすっていうふうに言ってるわけだから、このような点 Z っていうのは必ずこの、不等式が定める平板空間に入ってる必要があるわけです。いいですか？で、それが入っていれば必ずここに書いてある条件は満たされるということになります。ということなので、まあ、図で書くと、こういうような状況、下のような状況のことを、この妥当不等式という、言葉の定義の条件を表していると思ってください。よろしいでしょうか。で、これが妥当不等式という、言葉の定義になります。いいですか。で、この妥当不等式を使うとですね、初めに言っていたこのトツタミン集合の面というトツタミン集合の部分構造を定義できます。で、何かというと、今トツタミン集合 P というのがあったときに、その面というのが P に対する妥当不等式、今言ったことに妥当不等式を用いて次のように書ける集合のことです。で、それは P とこの妥当不等式の不等号を等号で満たすような点 X 全体の集合の共通部分です。こういうことです。で、例は今、例とかイメージ図は下になります。下になります。今 P がありまして、この α 点値 X ダイナリーイコール β の定める長平面の右側、左側という平板空間に P が含まれています。で、このですね、等式を満たすような部分、これはこれ長平面なわけですけども、先ほどの用語で言うと、長平面なんですけども、この長平面はちょうどこの線の上全体の集合という形になります。でそうすると、この P という凸多面集合と、この線ですね、長平面の共通部分が面だって言ってるので、この場合は、ちょっと次のページに行くと、ここですね、この点。この点が今 P の面になります。いいですか？で、P の面っていうのは、今この1点を書いてますけども、他にもたくさんあります。このように得られる集合、領域のことを全部 P の面というふうに言います。で、そう思うとちょっと先に進みますけども、こんな感じですね。このたくさんあります。今の例で言うと。先ほどの例は、これですね。この点のことを面と言ってますけども、他にも、まあ、ここら辺の点も、こういうのも面です。なんでかっていうと、なんかこういうような、書けないや。こういうような妥当不等式。あ、書けない。こういうような妥当不等式を持ってきて、その共通部分を取ってくると、なぜこれは、取ってくると、すぐ書けなくなっちゃう。取ってくると、その共通部分として得られるからです。で、右の方にはちょっと違う趣のものも書いてあって、書けるかな？書けないんだよな。書けないな。例えばですね、この、右にある、面っていうのは、この辺に沿った、直線を取ってきて、あげると、その上側っていう平板空間を考えると、それは全部、この凸多面集合を含んでます。で、その、直線と凸多面集合の共通部分がこの辺になっているわけです。で、この辺のことも面と言います。で、こんな形で、凸多面集合の面っていうのはたくさん一つの凸多面集合から得られます。はい。で、今ですね、ここでは、この点だけからなる面とか、この辺、線分からなっている面っていうのを考えて、書いてるんですけども、線分というのはさっき言ったみたいに、一次元の凸多面集合です。まあそういう意味では、この辺というのは、この凸多面集合の一次元面というふうに言えるわけです。で、一方で、この点ですね。点っていうのは、実は、これも凸多面集合で、これ、0次元の凸多面集合になっています。
ってことなので、こういうその点として現れる面のことは、その凸多面集合のゼロ次元面というふうに言ったりしています。で、この形で、まあ、いろんな面が、実は、次元を持って出てきます。もっとちゃんと言いますね。実は、面というのは、それもまた凸多面集合です。凸多面集合の面は、また凸多面集合です。なので、その面にも、次元という概念が定義できます。で、この場合は、この0次元面と1次元面というのが、まあ、出てきているという感じになります。で、実はですね、他にも面があって、ちょっとちゃんと言うとですね、まず、これ、2ページ戻りましたが、この定義によると、P 自身も P の面です。P 自身も P の面です。なぜかというと、この打倒不等式として、このアルファとして0ベクトル、ベータとしてこれはベクトルじゃなくて、これ普通の0ですけども、これ、ベクトルじゃないの普通の0ですね。スカラの0だと思ってください。すいません。そうしたものを持ってくると、それも、P に対する打倒不等式になります。なんでかっていうと、この0点値 x ダイナリーイコール0っていうのは、x が何であっても満たされるような不等式だからです。だから、この不等式は、どんな x に対しても成り立つので、特に p の打倒不等式でもあります。で、今言ったみたいに、この、0点値 x ダイナリーイコール0という不等式は、どんな、x に対しても統合で成り立つので、この、0点値 x イコール0を満たすような x というのは、この空間全体になります。で、空間全体と、その部分集合である p の共通部分は p になります。つまり、この上の形で書ける集合と適して p 自体も、表現できるわけです。つまり p 自身も p の面であるという形に、この定義からは言えてしまいます。この面の定義からは。ということなので、p 自身も p の面であるというふうに我々は言っています。ややこしいですが。で、まあそういうのは自明な面って言いますね。必ず、その凸多面集合を持ってくると、必ずその凸多面集合自身も面になっちゃうので、それはまあ自明な面といたします。で、そういうその、どんな凸多面集合に対しても面になってしまうものってもう一個あって、それは、空集合です。空集合も必ず、P の面になります。なぜかというと、これ書いてあるんですけども、この0点値 x ダイナリーイコールマイナス1、このマイナス1もこれはスカラだと思ってください。すいません。スカラです。0点値 x、ダイナリーイコールマイナス1っていうのも、これも、どんな x に対しても成り立つ不等式になります。だから特に p に対する打倒不等式になります。で、一方で、じゃあこの0点値 x イコールマイナス1を満たす x って何でしょうって言われると、これはどんな x に対しても、この等式は成立しません。なんでかというと、この左辺は0だから。つまり、ここに書いてあるこの集合ですね。書けるから。書けないな。どうやったら書けるんだろう。書けないな。これをこうやるんだ。書けるかな。書けないな。書けるかな。書けないな。まあ、だから、この、集合ですね。この集合はこれ空集合になります。で、P と空集合の共通部分は空集合なわけですね。だから、上のように書ける集合として空集合も出てきてしまいます。ということで、空集合も P の面であるというふうに、この定義をそのまま見ると言えてしまうわけです。で、まあそういう意味で、この空集合はどんな凸多面集合の面でもあるので、まあ自明な面というふうにも言ったりします。で、そういう意味で言うと、先ほどですね、ここに挙げていた、この、まあ、五角形の面というのは、自明でないものを全部挙げているというふうに思ってください。自明でないもので、0次元のものは、5つ。で、1次元のものが5つある。そういう形になっています。よろしいでしょうか。で、別の例ですね。これ3次元の、立方体ですけども、この場合は、この場合もその自明な面は書いてません。が、それ以外に0次元の面が8個、1次元の面が12個かな。12個で、2次元の面が6個あるという形で、この凸多面集合、立方体、三次元立方体の面が、ま、すべて書けると、表せるという形になっているというふうになります。はい。で、まあ、こんな感じで面たくさんあるんですけども、今言ったみたいに、面、凸多面集合の面は必ず凸多面集合になります。で、それはですね、定義をじっと見ていただくと、わかります。
で、一応、ま、証明ここに書いてあるんですけども、あ、なかった。次のページ、ここには一応証明書いてあるんですけども、まあ、こんな感じですね。5行ぐらいで書けるんで、これは後で見ていただくことにすることにはしないで、ここで見ますね。ここで見ます。今言ったのは何かっていうと、とつために集合があったら、その面もまたとつために集合です。今この、この F を P の面としましょう。今から証明します。そうすると、これ面なので、この P に対する打倒不等式が存在して、その打倒不等式の、不等号を等号にしたものを使ってこういうふうに書けるということになるわけです。よろしいですか？はい。でですね、今、この P というとつ多面集合が上にあるように、この AZ ダイナイコール B という不等式で定義されているとすると、この共通部分というのは、Z としてその P が満たすべき不等式である AZ ダイナイコール B を満たすし、なおかつ後ろにあるこの α 点値 Z イコール β を満たす。この二つの条件を満たす Z 全体を集めた集合であるというふうに書けます。で、後ろの部分は実は、この次の行に書いてあるような、次の等式の後に書いてあるような形で、なんとかという行列かける Z、ダイナリーイコールあるベクトルという形で書けるので、確かにこれはとつ多面集合なんだけど、わかるわけです。後ろの条件が線形不等式形になってますから、あ、確かにとつ多面集合なんだとわかると。ということになります。つまり、とつ多面集合の面も必ずとつ多面集合になるということになって、それによって、各面に対して次元という概念が定義できるということになります。で、それによって、先ほどの、こんな感じですね。その0次元面とか、1次元面とか、2次元面とか、もっと高い次元の面だった、とつ多面体とか、とつ多面集合だったら、だから3次元面とか4次元面とか、そういうものも出てくる可能性があります。書けませんが、絵で。そういうこともあり得る。ということになります。はい。で、一応ですね、その面の間に方眼関係があって、まあ、それをちょっと方眼関係をいわゆる発生図で書くと、こういうような、面側、フェイスラティスと呼ばれる、いわゆるそのラティス構造、側構造が得られるんだけども、これ今後出てきませんので、これちょっと見せるだけでおしまいですね。時間かけて書いた割には、15でおしまいです。はい。という形で、各面に対しても次元が定義できるんですが、その次元に応じて、面に名前がついてたりします。例えば、面 F というのが頂点であるというのは、P の頂点であるというのは、その次元が0であることです。つまり、0次元面のことを、その多面体の頂点と呼びます。で、1次元の面のことを、その、多面体の辺と呼びます。辺と呼びます。で、次元が多面体の次元マイナス1に等しい面のことを、その多面体、多面と多面集合のファセットと呼びます。ファセットと呼びます。で、この例の場合は、このリム P、P 次元自体の次元が3なので、この3次元立方体の場合ですね。3なので、この3マイナス1はこれ2になりますけども、だから2次元面がこの例ではファセットになります。より高い次元の多面体、例えばその5次元多面体の場合には、4次元面のことがファセットになります。こんな感じで、その0次元面、1次元面、多面体の次元マイナス1次元面については、重要な名前がついているという感じになります。でこれが出てくると多分使える、使えなかったな。どうするの？あ、書けるようになったかな？書けるようになった。よしよし。はい。で、これは、これ頂点今後よく使ってきます。特に。ちょっと辺とファセット今後あんまり使っていくかどうかわかんないんですが、頂点もよく使ってきます。ので、ちょっとこれは出てくるたびに0次元面なというふうに思ってください。はい。で、あとですね、これ次回、多分出てくると思うんですけども、単線エクストリームレイ。と呼ばれるものがあります。何かというと、辺の中で、それがですね、半直線になっている場合、そのような辺のことを、この凸多面集合の単線、エクストリームレイと言います。で、これはですね、これ、非誘拐な凸多面集合なんですけども、この非誘拐な、この部分ですね。この部分は、これまず一次元面です。で、それはこの非誘拐。片側非誘拐。これ、下の方には、
なんか、ストップするところがあるんだけども、上の方にはずっと伸びていってしまっているので、これ片側非融解。だから半直線になっています。で、半直線になっているものを単線と言います。単線と言います。下の方もそうです。でちなみに、トツタメン体、融解なトツタメン集合には単線存在しません。だから単線が存在するのは、非融解なトツタメン集合のみです。先ほどのその立方体ですね。立方体には、そのような、単線は存在しません。が、その単線が存在するのは、このような非融解なトツタメン集合のみなんだけども、その非融解なトツタメン集合の構造を理解するときには、この単線非常に重要な役割を果たします。で、まあ、下に書いてあるんですけども、そのトツタメン集合の構造を理解するときに、この頂点と単線が重要な役割を果たしてきます。これ次回もう少し深掘りしたいと思います。はい。いいでしょうか。はい。で、最後に頂点の特定って話があるんですけども、ちょっとあと10分、5分ぐらいでは終わりそうもないので、ちょっとこの部分は次回またここから始めたいと思います。なんか補足動画でやるっていうパターンも前回と同じようにあるんですけども、ちょっとあんまりなんか乱発したくないので、この頂点の特定の部分、これは次回、に回すことにして、次回はこの頂点の特定から始めたいと思います。はい。よろしいでしょうか。じゃあ、今日の授業はこれで、終わりにします。ので、ではですね、